CBR250R ドリームカップダンロップ杯ビギナーチャンピオンシップ2017。さあ、ツインリンク茂木にお集まり皆さん、改めましてこんにちは。レースアナウンサーの辻野博史です。実況席からここから実況をお届けしてまいります。さあ、時刻は10時15分を回りまして、いよいよですね、これからコース上で本物のレースをご覧いただきます。毎年恒例となっております、日本全国から勝ち抜いてきた精鋭たちによりますチャンピオン決定戦、ホンダの単気筒スポーツバイク CBR250R を使った年式モデルチェンジ関わらず参加が可能なワンメイクレース、 CBR250R ドリームカップ。今年もですね、全国18カ所のサーキットでシリーズ戦が開催されてきたわけですけども、その中でビギナークラスの上位ランキング者を中心にですね、今回参戦してまいりました。年に1回のチャンピオン決定戦ということになります。さあ、この CBR250R ドリームカップビギナーチャンピオンシップ2017、本当にですね、いろんなサーキットから今年もですね、そのトップランカーはじめ、本当にですね、まだトップランカーというか、今回がもう初めての、チャンピオンシップ大会という、そんなね、本当にビギナー中のビギナーの、ね、ライダーもたくさんいるんですけども、そんな中、トカチスピードウェイ、スポーツランドスゴ、ツインリンクモテギ、桶川スポーツランド、日光サーキット、スピードパーク新潟、日本海マゼサーキット、美浜サーキット、鈴鹿サーキット、鈴鹿ツインサーキット、近畿スポーツランド、岡山国際サーキット、スパ名古屋入り HSR 九州の全部で14カ所のサーキットで開催されましたビギナークラスで、今シーズン4000以上走ったライダーたちが参戦をしております。まだね、本当にレース1年目というですね、本当にビギナー中のビギナーもみんな一緒になってこの、グランドチャンピオンシップ大会を目指してくるという、そんなチャンピオンシップがそれぞれのサーキットで開催されているわけですけども、毎年恒例なんですけども、ゲストライダーもね、豪華なレースとなっています。去年も一昨年もそうだったんですが、去年一昨年は、マルク・マルケス選手、そしてダニ・ペドロサ選手、なんとMotoGP ライダーと、ね、一緒に走れるということで、非常にプライオリティの高い、そんなですね、入門者のライダーにもですね、もうとてつもない経験をさせてもらえるという、そんなチャンピオンシップ大会になってますね。今年はですね、そのマルケス選手とペドロサ選手は残念ながらですね、ちょっとスケジュールの関係上、参加できなかったんですが、なんとゲストライダーとして、ゼッケン7番をつけて走ります。2017年の MotoGP 日本グランプリではジャック・ミラー選手の代役で参戦をいたしました。昨日の予選ではトップタイムを見事マークしました青山博史選手が、なんと今日は最高列最後尾から、全車追い抜きを見せてくれるかどうなのかという、レースを展開してくれます。去年はあれでしたよね、確かペドロサも、ね、マルケスも予選のその順位通りのグリッドからね、上位からスタートしていったんですが、今回は青山選手、昨日の予選で頑張ってね、最後にもトップタイム塗り替えて、さらに自分の自己ベストも塗り替えようかっていうね、そんな走りを見せたにもかかわらず、なんと最後尾スタートということで、ここからは青山選手頑張ってこのレースを盛り上げていただ、いってね、もらわなくてはいけません。さあ、フルコース8周の周回で行われていきます。さあ、今チララちゃんとですね、可愛い、女の子たちがスターティンググリッドの前にね、今立ちましたね。さあ、これからいよいよですね、そのスタートコマンドが行われていくということになるんでしょうか。さあ、今回は36台のマシンがスターティンググリッドに並んでいます。さあ、スターティンググリッドには全車サイティングラップを終えて、グリッドにはついている状態となっておりますね。さあ、それではもう36人もいますからね、早速ですけどもスターティンググリッドご紹介してまいりましょう。ホンダレーシングサンクスデー 2017CBR250R ドリームカップダンロップ杯ビギナーチャンピオンシップ2017、いよいよ日本一の CBR 使いビギナーチャンピオンシップ、その日本一が決定いたします。その見事ポールポジションを獲得したのはゼッケン91番、高原デンタルテックアルジャーノンから松本秀則、福島の46歳が見事ポールポジションを獲得しました。白と黄色の CBR250R に乗ります。
2番グリッドからのスタートはゼッケン3番エムガレージ&ニューセンチュリーから笹野ひろし、3番グリッドからのスタートはゼッケン32番チーム競泳 &NTRC から三本直也、17歳のライダーがフロントロー獲得です。そして4番グリッドからのスタートはゼッケン671番、こちらはスゴーシリーズのチャンピオンです、アチーバーからのエントリー遠藤陽一、宮城県の43歳のライダーです。5番グリッドからのスタートはゼッケン2番平成二輪橋 with サムライプラスサトピーから加藤義弘、6番手からのスタートはゼッケン43番エイリンドーレーシング RK163 から北沢隆史、スピードパーク新潟のチャンピオンのライダーです。7番グリッドからのスタートはゼッケン92番ウィンドサプライがサプライから元永康雄、8番手からのスタートはゼッケン87クラブシャンティから鈴木陽一郎、9番手からのスタートはゼッケン22番ガレージ萩原プラスシューエイドプラスハニービー萩原克彦、10番手からのスタートはゼッケン63番チームヨシウィズ宇都宮愛犬美容学園から大関よしのり、11番手からはゼッケン93番 HRC エイリンドレーシングから鈴木和春。さあ今3分前が出されました、今3分前が出されました、こちらレーシングのドリーム変身ピット、山口美奈子ちゃん、高瀬ほのかちゃん、青山瀬奈ちゃん、この3人が今ツインリンクモテギエンジェル、そしてチラロちゃんとともにですね3分前ボードを出してくれました。さあグリッド紹介続けましょう。12番グリッドからのスタートはゼッケン8番ライダーズサロン横浜から平野陽次、13番手からのスタートはゼッケン23番ファイヤーガレージ&ライズ宮川建設宮川明和、14番手からはゼッケン19番アザブレーシングウィズ M ガレージから本間道久、15番グリッドからはゼッケン95番 YJKR 高崎から阿部重文、16番手からはゼッケン50番チーム B 型真鍋健一、17番手からはゼッケン66番アザブレーシングウィズ M ガレージから山田圭、18番手からはゼッケン111番ホンダ工業会ドリームレーシングチームから池田敦史、19番手からはゼッケン5番チーム競泳 &NTRC から三本忍、20番手からはゼッケン77番 B&SR 池田モーターホーミングから田中信之、21番手からはゼッケン18番アチーバーから篠田治、22番手からはゼッケン78番クラブネクストウィズ K から峰川光晴、23番手からはゼッケン76番ウイング吉井 RC から浜田圭介、24番手からはゼッケン48番チームミノルクリスから永井雅人、25番手からはゼッケン39番三本美咲、26番手からはゼッケン13番の坂本和美、27番手からはゼッケン4番大橋豊、28番手からはゼッケン75番神田小桃、28番手からはゼッケン99橋本則之、30番手からはゼッケン97番猪子翔輝、31番手からはゼッケン17番茂木博人、32番手からはゼッケン6番松田義孝、33番手からはゼッケン26番淡井光一、34番手からはゼッケン24番村田司、35番手からはゼッケン27番赤羽浩二、そして最後尾36番手からはゼッケン7番 MotoGP 日本グランプリでも今シーズン大躍参戦を果たしました青山博士。さあ以上36人のライダーによります戦い8周の決勝レースで行われていきます。さあウォームアップラップまで30秒となりました。 CBR250R のこの短気筒のですね低いエキゾーストサウンドが36台のマシンからこだましてきました。非常に迫力あるエキゾーストサウンドです。このグランドスタンドの一番上にありますね実況席防音がかなり効いているですね、ガラスがついたそんなですね、ところなんですけども、そこでもそのエキゾーストサウンドを感じることができます。さあ今シーズンのこのビギナーの日本一は一体誰になるのか。 CBR250R ドリームカップダンロップ杯ビギナーチャンピオンシップ2017、いよいよウォームアップラップへと入っていきます。さあ昨日の予選では青山博士選手と松本秀則選手がもうトップタイムの出し合いというそんな感じの公式予選となりました。
まあ、そんな中青山選手はトップタイムを出したにもかかわらず、最後尾からの、ね、スタートを強いられるという非常に厳しい、レギュレーションになっているんですが、さあ青山博士ゆっくりとゼッケン7番慎重にですね今、このウォームアップラップ2台かわして3コーナー4コーナーへと入っていきます。まあ、戦う相手がいわゆるまだまだレース初心者ともいえるビギナーのライダーも多いですからね、この辺りは慎重に、これから、ね、後方から抜いていかなくてはいけませんから、どんな感じで今緊張してるんだろうかとか、経験はどれぐらいなんだろうかとか、ね、あと変な動きしないかなとかね、そんなこともいろいろじっくりとですねチェックしながら一台一台抜いていっているというそんな感じですね。全国の14カ所のサーキットで今シーズン争われてきましたビギナークラス、まあ、そのレースにですね、シリーズで、まあ、参戦するライダーもいれば、中にはですね複数のサーキットをまたがって、単独で参戦するという、そんなライダーたちもいたようです。まあ、そんな中ですね、この全国大会というのは、年間で4戦、出ていれば、出場することができます。で、ちなみになんですけども、このツインリンクモテギでもこのビギナーのシリーズというのが行われています。ただやはりツインリンクモテギ走れば走るほどですね各ライダー、初心者レベルからどん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 ですね、上級者レベルへと上がっていきます。基準タイムを公式結果で超えてしまったライダーというのは実は、今回のこのもうビギナーチャンピオンシップ大会に出場できないんですね。ですからモテギを走り込んでいるモテギの上位ランカーたちはみんなそのタイムを超えてしまって出場できなかったということになります。ですから本当にある意味ビギナー中のビギナーのライダーたちが青山博士とともに一緒に走ることができるわけなんです。さあこれだけのたくさんのお客さんに見守りながらこれからいよいよ8周のレース日本一をかけたレースに挑んでいくことになります。さあ1台レプソルカラーのマシンも見えましたね。ゼッケン93番さまざまなバックグラウンドを持ったライダーたちが出ていますけどもゼッケン93番は鈴木和春選手そして青山博士選手もレプソルカラーで今回参戦しています。もう自分でなりきり MotoGP ライダーそんな感じで全然いいんです。来年もしチャンスがあったらあなたも出てみませんかというそんな日本一決定戦ビギナーのためにこのレースはあります。さあゆっくりとゼッケン26番青山博士の前にももう1台レプソルカラーのマシン淡井光一がスターティンググリッドについた。そして早くももうゼッケン7番青山博士はスターティンググリッドについていたようです。日本一をかけた戦い12列36台のマシンが今スターティンググリッドにロックオン。1台今ゆっくりと正しいグリッドに並んでロックオン。さあグリーンフラッグが振られた。レッドフラッグマンが36人のビギナー CBR 使いたちにコースを明け渡した。シグナルレッドブラックアウトで今スタート。さあゼッケン91番松本いいスタートを切れたかどうか。後ろからは遠藤陽一ゼッケン671番の遠藤陽一です。さあそしてロケットスタートを決めたか青山博士。さあホールショットは誰だ。後方から上がってきたライダーがいるぞ。ブラックのバイク黒いバイクがまずはホールショットを奪っていく。1コーナーから2コーナーさあここからはアクセル全開そしてできる限りですねコーナリングスピードを落とさないようにしながらですねアクセルを上げていきますか。クライダーたちさあゼッケン91番の松本がインを取っているがゼッケン3番が3コーナートップで入っていく。笹野博士が2番手グリッドから見事ホールショットを奪ってそして3コーナー4コーナーもトップで今5コーナーへと向かっていきます。笹野博士ゼッケン3番です。Mガレージ&ニューセンチュリー都合シリーズでランキング4位になっていただいた。あーっと1台転倒だ。これは場所は3コーナーですね。3コーナーで1台転倒です。ゼッケンは確認中。あーゼッケン3番が転倒。あーゼッケン3番の笹野が転倒だ。トップの笹野がいきなり転倒。5コーナーファーストアンダーブリッジ下で笹野が転倒してしまいました。何があったんでしょうか。笹野トップをキープしたまま5コーナーに入っていたと思われたんですがなんと5コーナーでトップを走っていた笹野が転倒。これでトップが入れ替わります。これトップは遠藤陽一じゃないでしょうかね。4番手スタートの遠藤陽一671番がトップに立っています。
さあ遠藤陽一がトップ、そして笹野はどうやら再スタートが切れたようです。ただ隊列の後方に沈んでしまいます。あー、また今度はゼッケン92番が転倒です。転倒が相次ぎます。オープニングラップゼッケン92番が転倒いたしました。ゼッケン92番は元永です。7番手スタートあった元永も転倒していました。さあオープニングラップを制するのは一体どのライダーになってくるでしょうか。ダウンヒルストレートを下ってきて、まもなく90度コーナーに入ってくる。そして青山博士はどのあたりまで順位を上げてきているかも注目しましょう。セカンドアンダーブリッジをクリアして、まもなくビクトリーコーナーにやってくる。やはりゼッケン671番の松本ではなく遠藤ですね。遠藤がトップで戻ってきました。遠藤陽一がトップで戻ってきました。スゴーシリーズのチャンピオンライダー、宮城の43歳のライダーです。そして2番手にはゼッケン91番松本。さあ後ろからスリップストリームを使ってくるのが、これが3番手が誰だ。3番手がゼッケン3番のライダ ーではないですよね、ゼッケン32番の三本直也です。3番手スタートの三本直也が後ろからスリップを使ってきました。あ、そして1コーナーで今1台コースアウトしましたが戻ってくる。さあ7番の青山博士はどのあたりか、まだ上位には顔を出していません。さあそして3番手の三本直也が3コーナーで今インに入っていきまして、2番手に上がったかもしれません。さあそしてゼッケン7番の青山博士は結構順位上げてきましたか。なんだかんだで青山博士はなんと10番手、オープニングラップでなんとトップ10まで入ってきました。ちょうどスリップを使ってたから見えなかったんですね。さあそのゼッケン7番、また1台かわしたか、また1台かわして8番手あたりまで順位を上げてきています。さすが青山博士であります。2ストローク時代 GP250 でもチャンピオンの獲得の経験があります、この青山博士。現在は MotoGP の RC213V の開発ライダーとしても活躍している、テストライダーとしても走り込んでいるこのツインリンクモテギ。さあそこをですね、市販車ベースのストックのバイク CBR250R で果敢に攻めます。青山博士は現在8番手あたりまで順位を上げてきています。さあトップ争いはどうなっていくでしょうか。トップ争いはゼッケン671番遠藤陽一の後ろから赤いバイクが続いています。三本直也でしょうか。あれ、イエローフラッグがまたここで振られている。さあ S 字で1台転倒ですが、エアバッグが開いていますね。さあこれ、あれ、赤いバイクですから、これ32番の三本じゃないですか。赤いバイク三本直也がなんと転倒しているようです。さっき2番手あたりまで上がってきたんですけども、なんと上位ランカーがどんどんと脱落していく。そしてトップ争いはゼッケン91番の松本が取って、ビクトリーコーナー入ってきた。松本がここでトップに立ちます。ポールポジションスタートの黄色のバイク、松本秀則。さあもう前傾姿勢を取るんですけども、すごいですね、まっすぐ前傾ではなくて若干左に傾いた感じで前傾姿勢を取っています。なかなかちょっと見慣れないライディング。さあそしてアウトサイドからスピードをなるべく落とさずに1コーナーから2コーナー、大外刈りのラインで今2コーナーを立ち上がっていきました。さあこれちょっと後ろからのライダーがうまくスリップ使ってきそうなんですよね。でヘルメット見てください、ゼッケン91番のヘルメット、どっちかっていうとちょっと左を向いているような、そんな感じに見えますね。だいたいみんなまっすぐに伏せるんですけどもね、これがもしかするとこの松本ならではの乗り方というところなんでしょうか。さあしかしその松本が引きますトップ3の後ろに青山博士が来た、青山博士が来た。もう早くも4番手までポジションを上げてきています。現在周回数は3周目の周回に入っています。トップは今5コーナーを立ち上がってファーストアンダーブリッジをくぐり抜けて 130R へと向かいます。さあトップ争いのメンバーはゼッケン671番の遠藤陽一、そして2番手にゼッケン91番の松本。さあその松本が今インサイドに入っていきました、インサイドに入っていきました。そして3番手に萩原克彦です。ゼッケン22番、萩原は9番手からポジションを6つ上げてきました。トップ争いに加わっています。さあこちらはハニービーカラーの
ゼッケン22番萩原勝彦です。ああ、そしてなんともうすぐ後ろに青山博史だ。さすがは元 GP ライダー青山博史、ヘアピンで1台料理するか。ヘアピンは慎重に行きます。さあ、このトップ3台と青山博史がこれからどんなバトルを展開してくるでしょうか。青山博史、この前の3人に比べるともうライディングを見ても分かります、いかに落ち着いているか、アクションが少ないです。さあ、そんな中後ろを見ましたけども、青山博史のはるか後ろにしかその後方の4番手のライダーはいないという状況。その後ろを確認して冷静に今90度コーナー入っていきますけども、おそらく前の3人は相当攻めてるんですけども、青山博史選手のその90度コーナーへのアプローチなんか見るとね、全然攻めてるように見えないんですよね。これが不思議。落ち着いて前の3人の動きを見つめています。さあ、テールトゥーノーズになってこれからスリップをもらいに行くゼッケン7番の青山博史。さあ、3人のライダーとは全く違うラインを通っていくか。うわ、スリップは使っていかない、スリップは使っていきません。さあ、単独でなんとゼッケン7番青山博史は3番手に上がった。これね、珍しい光景です。 CBR250R のレースでストレートでスリップを使わずに前に出ていく青山博史ラインというのがきっとあるんでしょうね。みんなピットウォール側のインに寄っていきました。スリップをお互い使いたい、そして使わせない、そんな感じで避け合うようにですね、インサイドに寄っていきましたけども、青山博史はビクトリーコーナーからまっすぐ立ち上がってくる感じでね、このストレート外側を通っていきましたけども、なんとうまく前に1コーナーで出ることができました。さあ、そして今度は揺さぶりをかけていく、スリップを使いながら5コーナーで入ってくるか。5コーナーで入ってきた青山博史、2番手浮上。ビギナーとそのプロライダーの違いとはいえ、ものすごいものを見ているような、そんな感じですね。非常に落ち着いたライディングの青山博史がこの後ゼッケン91番のトップの松本に襲いかかります。さあ、松本をどこで料理してくるか。青山博史 130R から間もなく SG へと入っていきます。さあ、 V 字あたりで仕掛けてくるか。うわー、立ち上がりが全然違う。やはり元 GP ライダーはすごい。さあ、ここで入ってきた、インサイド飛び込んできた青山博史、トップ浮上。 V 字コーナーでやはり決めてきました。さあ、ここからはゼッケン91番の松本秀則がそのハートに火をつけるか。外からヘアピンで青山博史に迫っていく。今度はここからスピードを乗せて青山博史にスリップを使ってダウンヒルストレートで仕掛けていきたい。さあ、スリップを掴んだ。さあ、横に並んでいく。さあ、行きますよ。あ、スリップありがとうな感じでアクションを見せましたけどもね、松本選手も結構余裕があるんですね。さあ、青山博史は全くそんなの気にせずっていう感じで、どうぞスリップ使ってみんな抜いてってくださいという、そんな感じでしょうか。90度コーナー、この辺は余裕です。しっかりとその駆け引きをよく分かっている感じですよね。まあ、当然この CBR250R 軽量、そしてですね、フォースの250ですからね、あの MotoGP マシンだったりとかレーサーマシンのね JGP3 のマシンに比べるとやはりパワーという意味ではですね、劣る部分があります。ただそのパワーが少ない分、うまくですねこのアクセルコントロールを行って、まあ、通常ね、600cc だったりとか 1000cc のバイクだったらブレーキをかけていくところでですね、できる限りそのコーナリングスピードを落とさずに、高いコーナリングスピードを保ったままでですね立ち上がっていく、そしてスリップを掴んで前に出ていくというのが、まあ、こういった軽量級のバイクのレースのセオリーになっています。まあ、そんな中で抜きつ抜かれつというのはどうしても発生してくるわけで、さあ、その中でですね、その青山博史選手はやはり軽量級のね、時代も長くありました。今でこそねビッグバイクに乗るライダーではありますけども、250cc のある意味マイスターともいえるそんなライダーですから、その青山博史がですね今この軽量級、まさにビギナー中のビギナーのライダーたち、その中でもトップランカーのライダーたちと、うまく駆け引きを行いながらバトルを展開しています。さあ、先ほどはアクシデントもありました。ファーストアンダーブリッジの下をくぐり抜けて、さあ、青山博史は現在3番手、ゼッケン91番の松本が折り返しの周回トップに立っています。さあ、青山は先ほど V 字コーナーでトップに立ちましたけども、今度はどこで仕掛けてくるか。さあ、やはり立ち上がりのスピードが全然違う。しかしラインが塞がれている状態。さあ、しかしインに入ってきた。2番手に浮上します青山博史。さあ、そしてまた V 字からの立ち上がりで今度は
ハニービーのカラーリングゼッケン22番萩原がインサイドに入ってきたヘアピン、しかしここは奥までですね、スピードを落とさずにゼッケン7番青山博士が2番手をキープした。さあ後ろからはゼッケン22番とゼッケン671番が迫ってくる。スリップストリームを青山博士のスリップストリームを使っていきます。ゼッケン671番の遠藤陽一、90度コーナーでインサイドに飛び込んでくるか、それも想定済みな感じです。青山博士無理にラインは変えません。後ろのゼッケン22番萩原克彦もスリップストリームを使っていきましたけども、青山博士の前には出ることができず、青山博士ビクトリーコーナーの手前でまた再び2番手に上がります。この辺りも落ち着いた感じ。さあそしてビクトリーからの立ち上がりはかなりスピードを乗せてきたぞ、かなりスピードを乗せてきた。今度はストレートスリップストリーム、逆にゼッケン91番松本のスリップストリームを使ってインサイドに飛び込んでくるか、1コーナーどうか。さあこのコーナリングスピードの勝負ということになりますか。ゼッケン91番の松本も非常に素晴らしいコーナリングを見せています。その後ろから青山博士だ。青山博士このライディングフォーム一つとってもやはりビギナーと、そしてこのマイスターともいえる最高峰の MotoGP マシンを開発するライダー、そしてそのマシンに乗ってですね、このツインリンクモテキで今年レースをしたライダー、その違いを見ることができます。まあ、とにかく丁寧なんですよね、青山選手のライディング。やはりその無駄な動きをしてロスをしないこと、そして一番効率の良い冷静なそのレースの読み、ライバル一緒に走るライバルたちとですね、もうガチでですね、本当にもうこつき合うようにですね、接近してやり合うのではなく、冷静にライバルの姿を見ながら効率よくそのスピードを落とさずにコーナーを駆け抜けていく、そして速いスピードに立ち上がっていく、まさにそんな模範ともいえるライディングをゼッケン7番の青山博士は見せてくれています。最後尾スタートから1位トップに立ちました。さあまたトップに立つ瞬間がやってくるか、インサイドを飛び込んでくるか、青山博士ゼッケン91番の松本の後ろにぴったりとつけた状態で V 字を立ち上がってきた。さあヘアピンではここではちょっと飛び込めないところ、90度コーナーで今度青山が仕掛けてくるでしょうかね。今ヘアピンを立ち上がっていこうというところですが、さあアウトサイドから1台やってきた、671番か、あるいはゼッケン22番か、ゼッケン22番だ。萩原克彦が青山のスリップをもらいに行こうというところです。さあ青山選手が先ほどからなんか結構ねリアのあたりをかなり気にしてるんですけども、あれれれれあれれれれ、トラブル発生か、どうなんだ。ちょっとインサイドのラインを通っていましたけども、なんと4番手にポジションダウン、4番手にポジションダウンです。青山博士何やらトラブルが発生しているのか、あるいは前の3台に花を持たせようということでバックオフ、ちょっと順位を下げたのか。いやちょっと待ってくださいよ、前にはもう1台これバックマーカーが現れましたね。ちょっと危険な匂いがしてまいりました。さあそのバックマーカーをうまくかわしていけるかどうか、トップ争いの3台。さあ一番アウトサイド縁石に乗ってゼッケン7番の青山博士がスピードを乗せて1コーナー2コーナー立ち上がってきた。そして4番手争いも激しい、4番手争いも激しい、4番手争いは3ワイドの戦いになっていた。さあゼッケン2番の加藤とゼッケン63番の大関、そしてゼッケン87番の鈴木が4番手争いを展開しています。さあバックマーカーをトップ3、そして青山はかわした、ゼッケン26番の淡いバックマーカーにされてしまいました。さあそしてゼッケン87番奥まで突っ込みすぎてしまった。4番手争いの3台も順位を入れ替え合いながらの激しいバトルになっています。いやー激しいバトルです。さあ現在周回数はもうあっという間に7周目に入っていますから、残りは1周半ということになります。青山博士はビギナーライダーたちの先頭でチェッカーを受けるのか、あるいはこの3人に花を持たせるのか。今回は成績には反映されない商店街での参戦ということになっています。ただ青山博士やはりそのプロとしての違いをおそらくファイナルラップまで見せてくるでしょうね。先ほどはオーバーテイクポイントになりました V 字コーナー、そこでまた仕掛けてくるか、インサイドに入ってくるか、ちょっと2台連なっていますからね、ここは無理にインには入っていきませんでした。
さあ今度の90度コーナーは逆に言うとこの2台のスリップを使えるんですけども、さあインサイドにヘアピンで入ってくるが、ここは譲る、無理には入っていきません、無理には入っていきません。さあそしてまたバックマーカーが登場ですね。ダウンヒルストレート、レースを大きくリードしたのがゼッケン91番松本秀則、これで戻ってくるとファイナルラップになりますから、このダウンヒルストレートから90度コーナーのポジション取りは非常に大事。ファイナルラップで勝負のポイントがやってきます。 CBR250R 今年2017年の全国14カ所のサーキットで争われてきました、このビギナーのその中の日本一を決める戦い。さあまずファーストアンダーブリッジ、セカンドアンダーブリッジ駆け抜けてきたのがゼッケン91番の松本、大きくリードを築いた。そしてバックマーカーを挟んで、バックマーカーを挟んで2台の2番手3番手671番の遠藤と、そして萩原克彦、さあいよいよこれでファイナルラップに入ります。トップは松本、松本と遠藤の間には3秒後の差が開いている。これは松本非常に有利な状況を作り出しました。そして青山博士が1コーナー2コーナー、ものすごいコーナリングスピードで1台オーバーテイク、落ち着いています。青山博士ゼッケン7、さあ青山博士これもしかするとゼッケン91番の松本もキャッチしようというそんな構えですね、ファイナルラップ。さあ3コーナーでインに入ってきて、まあ、青山博士が2番手浮上だ。これぞプロライダーという本当にですね美しいライディング、ものすごく高いコーナリングスピードをこのサーキットビジョンで思いっきり見せつけています。そしてゼッケン91番の松本秀則は今日はポールポジションからのスタート、そして昨日の予選では青山博士とですねタイムの出し合いを行いまして、まあ、最終的にトップタイムは青山博士だったんですけども、松本もその青山に肉薄するタイムをですね常にマークする素晴らしい走りを見せていました。福島県の46歳、ある意味地元のライダーです。その松本秀則なんですけども、ゼッケンは91番をつけます、この黄色と白のライダー。今 S 字から間もなく V 字というところに入ってきました。さあゼッケン91番松本秀則、2014年から茂木を中心に CBR250R でレース活動をしているそうです。練習走行では鬼のように速いのにレース本番になるとどうしちゃったのっていうぐらい遅くなるお茶目なライダーです。かっこ笑い、カレーとバナナが大好きな46歳、通称福島の黄色い弾丸と呼ばれていますという、そんなですね、あの面白い、プロフィールガイドのコメントが届いております。さあマシンもオーバーホール、メンテナンスバッチリ挑んだこの日本一決定戦、CBR250R ドリームカップダンロップハイビギナーチャンピオンシップ2017、青山博士は追いつけるか、90度コーナーでは追いつけない、スリッパーつかめなかった青山博士。さあその青山博士を従えて今セカンドアンダーブリッジをクリアしてビクトリーコーナーに姿を現しました。今シーズンの日本一はゼッケン91番、福島県の46歳、松本秀則がトップチェッカーを受けることになりそうだ。後ろから青山だ、後ろから青山だ、まだ分からない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 、コントロールラインほぼギリギリ、見事優勝はゼッケン91番松本秀則。さあチェッカーフラッグを振ってくれているのはなんと高橋優希選手、そして滝口彩ちゃんです。いやー青山選手すごい追い上げだったんですけど、最後逃げ切りましたゼッケン91番、松本秀則選手見事この CBR250R ドリームカップダンロップ杯ビギナーチャンピオンシップ2017日本一に輝きました。おめでとう。素晴らしい走りでした。スタートではちょっと出遅れたような感じにも見えましたけどもね、次々にオープニングラップから脱落していくトップ争いのライダーの中で冷静に冷静にこの松本選手もレースを進めてきました。そして何よりやっぱり違いを見せつけてくれたのはこのゼッケン7番青山博士選手じゃないでしょうか。本当に終始落ち着いたライディングでね、オープニングラップからなんと10番手までポジションを上げてきて、そこからの追い上げもすごかったですし、最初にトップに立ったあの瞬間もすごかったですよね。 V 字コーナーで鮮やかにオーバーテイク、そしてその後もですね、後ろからスリップを使ってくるライダーたちを冷静に見つめながら高いコーナリングスピードでまた再びコーナーの出口で抜き返すという、
プロライダーらしい、本当にですねこのバイクの基本をよく分かった、速い走らせ方をよく分かった、そんなですね、ライディングを見せてくれました。見事優勝はゼッケン91番の松本秀典選手、そして2番手でチェッカーを受けたのはゼッケン7番の青山博史選手、そして青山選手は今回商店街参戦ということになりますので、見た目上3位、そして実質2位となったのがゼッケン671番の遠藤陽一選手、そして実質3番手になったのが4番手でチェッカーを受けた萩原克彦選手となりました。いやー結構ねバトルが激しかったもんですから、ちょっとプロフィールガイドをね紹介する時間がほとんどなかったんですけども、実は今回ね残念ながら転倒しちゃったんですけども、三本直也選手17歳、ね、結構あの優勝の可能性もあって楽しみにしてたんですけどもね、どうなるかなと思ったんですが転倒したんですが、実はこの三本直也選手は今回、お父さんと、そしてお兄ちゃんと、親子3人で出てるんですね。ゼッケン32番の三本直也選手、そして、ゼッケン5番の三本忍選手のお父さん、そしてもう一人三本美咲選手の、ね、3人で、今回このダンロップハイビギナーチャンピオンシップに参戦をしてまいりました。さあ三本家残念ながら優勝を飾ることはできませんでしたけども、またこれからもこの CBR250R で、ね、親子で楽しいレースを展開してください。ゼッケン2番の加藤義弘選手はダニペドロサの大ファンなのでサムライヘルメットで走ってますということです。ゼッケン4番の大橋選手はいつも小さなコースばっかり走っているので1キロ以上のコースは初めてだったということなんですが、今回ね初めてツインリンクモテギを体験しました。さあそしてウィニングランを終えてですね、いよいよピットロードに戻ってまいりました。青山博史選手、そして優勝を飾りましたゼッケン91番松本秀典選手、おめでとうございます。さあグランドスタンドの皆さん、レースを戦い終えましたライダーたちに大きな拍手をお送りください。いやー素晴らしいレースを見せてくれましたね。ちょっと序盤で転倒が多かっただけにね、どうなることかと思っていましたけども、トップ争いは最後の最後まで目が離せないというですね、そんな戦いになりました。さあ青山選手も今ピットロードに戻ってまいりました。